はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はこのバラの花を使った花束を作っていきます。これちょっと羨ましいでしょ。でもね、すごい重いの。では早速作っていきましょう。最後までご覧ください。どうぞ。いや、マジ疲れた。はい、これで始めていきますけれども、今回は77本の花束を作ります。ではこの作り方っていうか、このフォルムの取り方をね、よく覚えてください。では始めます。これで10本です。10本でこの頭を、見えますかね、頭をこう一直線じゃなくて、こう丸くしていきますね。はい、ここで20本です。ここの20本の時にも、ここのトップがこう描くようにねしていきますね。それでいて、少しこう落ち込みも急激に落とすんじゃなくて、徐々に徐々に落としていきます。ではここでちょっと濃いめのバラを入れていきます。はい、これで今30本ですね。30本も20本の延長線上で、この弧を描くのと落とし方ですね。それで濃いめのバラがポイントになってくるんで、その濃いめのバラを均等に入れていくことが重要です。はい、ここで、ごめんなさい、これ一本多いな。これで今40本ですね。これで40本です。40本のところはやはりこう描くのと、これですね、落ち込みですね。のこっちもこう描いて、こっちもこう描く感じですね。毎10本ずつで同じコメントしてるような気がするけど、まあいいや。はい、次の10本いきます。はい、これが50本ですね。こういう状態です。こう持った時に広がり方が全然違うでしょ。ちゃんとスパイラルに作ってると、こういう状態になります。ああ、重くなってきた。はい、次の10本いきます。今度はまた濃いめのバラを5本入れていきます。はい、これで今、はい、これで今60本です。これちょうど還暦サイズですね。結構重いです。よし、じゃあ次もう10本いきます。はい、
これで70本です。あと7本です。はい、こちらで完成です。今ちょっと結束して皆さんにお見せします。はい、こんな感じです。ちょっと弾いてみてみましょう。タイムはい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録は特にお金なんかかからないので、ぜひお気軽にお願いします。また皆さんの、ね、SNS、Twitter とかブログとか Facebook などでどんどんこの動画をシェアしていただければと思います。そうしていただけると、もっともっとね、見る人てくださる方が多くなって、どんどんチャンネル登録者が増えて、どんどんできることが増えていきます。なのでぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.